はい、どうもとあるです。はい、えー、今日はですね、11月になったということで、えー、残りですね、試験本番までにやるべきことに関してですね、ざっとまとめていこうと思いますので、えー、残り1回の過ごし方の参考になれば幸いです。はい、それでは早速やっていくんですけども、まず1つ目としましてですね、えー、過去問ですね、あのー、過去問がどこまで仕上がっているのかっていうところをですね、まずは優先の1番に置いてください。あのー、まあ、あのー、この時期ですね、地検変手道をずっとやっていない いますとやはり試験直前期ですすすねねね、えー、かななりでで、ね、不安なんですよ、ね、で僕も19からあの受験指導やっておりまして今年が11年目ですのでそういうふうな受験直前期っていうことに対してですねこう講師として関わってくることがですね合計今で11回目となるかと思うんですけどもやはりまあその直前期は不安なんですよね。で、えー、不安だからああの何をするかってところでこれ結構大事でしてやはりまあ全力でですね今年の試験を受かろうということでやってるわけですから、まあ、不安になる あるっていううこことはこれはれもう当然なんですよただ不安だとしてもあの,あの勉強方法として違う方向に進んじゃうっていうことがあったらですねあのもったいないんですよね。だからこそ不安だからこそやるべきことを再度こう見つめ直すっていう風な、えー、そういうような時期かもしれません。であの話戻しますけれども優先度が一番高いことは何があっても過去問なんですよ。だからこそまずは過去問がしっかりできているかどうかそこをですね再度ですね確認していきましょう。ででココメメンントトすねありましてコメントまあ僕全 目,目,目をあの通しているんですけど目を通していきましてでですねあの受験に関係があるものです、ね、に関してはこう公表しましてですねやっているんですけれども。あのー 点数が上がらないというふうな、あの、相談といいますか、あの、お悩みをいただいてですね。で、その方のコメントを、まあ、そのショートとかに確かた作ったと思うんですけれども、その方のコメントによるとですね、えー、過去問が8割ぐらいできているんだけれども、点数が上がりません。なんでですかというコメントがあったんですよ。で、あの、まあ、それも、端的に結論をお伝えすると、過去問が8割だからなんですよね。あの、過去問って、あの、7割でも8割でも9割も足らなくてですね、10割しかダメなんですよ。えー、過去問、多く問とか、私別、これはもう、どちらでもいいです。えー ウォークン使ってもいいですし、遊びとも全然いいんですけれども、どちらでも OK ですが、いずれの過去問集を使うとしましてもですねあの、そこに載っている選択肢に関しては、もうどこが出ても大丈夫というふうに、10割完璧っていう、とこまでですね、しっかりとやる必要性がこれまずありますので、あの8割の方は9割を目指してですね、9割の方は10割を目指すというふうにですね、えー、全選択肢がもうわかりますと。で、これもですね、あのできれば理由込みがも最もいいわけですあの。各選択肢、なんでこうなんですかっていうふうな理由込みが一番 いいんですけれどもでももうあのですねこの時期ですので同じ選択肢が登場したら丸とかバツって判断できますよっていうそこの水準で僕はいいと思うんですよねなんで全選択肢に関して全く同じ選択肢があれば丸かバツか適切に判断することができるそこをですね一個の基準として設定してそれを全選択肢できているかどうかもちろん民法行政法ですけども民法行政法に関してそれができているのかどうかっていうことですね確認してください。で次に2つ目なんですけれどもあの えっと、実際にですね、試験会場に行っておいてください。あの、試験本番迎えるまでに一度でいいので、実際にその試験会場に行った方がいいです。えー、で、確認することとしましては、まずは試験場ですよね。えー、試験場がどこにあって、で、そこまでに、あのー、まあ、最寄り駅とかから何分かかるかなとか、しっかり逆算してですね、あの、あらかじめ知っておいた方がいいです。やはり試験、うん、受けるっていうだけでかなり不安なわけですから、それ以外の不安要素はできるだけ排斥したいんですよね。要するにその、試験会場をしっかり行けるかなだった とかかなんかそういうふうな試験に関すること以外の不安点に関してはやはりですね、あの排斥しておきたいんですよね。で、やはりその時間帯が時間帯ですので、その朝の過ごし方だったりとか、朝いつご飯を食べてとか、あいろいろありますよね。なのでそういうところもですね、加味していってですね、しっかりとこう、まあ、動線と言いますか、そこをしっかり練っておいた方がいいと思います。で、あの僕の場合は、その家からこう通、家からこう、行く僕、その実際その試験の時はですね、前乗りしたんですよね。あのあのんまり別に いいからそこまで遠くはなかったんですよ、当時。遠くはなかったんですけどもあ、できるだけ電車に乗りたくなかったんですよ。で、それがなんでかっていうと、そのやっぱりその他の受験生がいると、僕結構ですね、気にしちゃうんですよね。あの、試験の本番とかもですね、あの忘れもしませんけれども、大学受験の頃とかもですね、数学とかの特周りの速さが気になっちゃうんですよ。周りがこう、冊子をこうめくるときに、あ、めくったとかやっぱなっちゃうので、あのだからどうしたかっていうと、もう特順番変えたんですよ。あの要するるに周りとは違う順番を解いていて だから、あの、業種試験に関してもですね、僕、前から絶対解かないって決めていて、あの、特順はめちゃくちゃにしたんですよね。その、特順はめちゃくちゃにした、その僕のですね、あの、出している裏技ですかね。裏技の講座で確か言ったんですよ。あの、一番効率がいい解答方法、これだって言ったことあるんですけど、あの方法も、あの、まあ、まずはそういう解き方をすることが一番効率は良いってこともあるんですけども、あの、それに加えて、前から解かないことって、これ、僕にとってはすごい価値があってですね、要するに、周りの、その、冊子をめくる 音がこれで気にな,るな気にならなくなるんですよ。特に流れが違いますので。だからこのメクロハイズも違いますよね。っていうふうに、特順番変えたりとかしていました、ね、なんで。そんなこともありましたし、まあ、とりあえずですね、その、実際その試験会場に、えー、がどこにあるかだったりとか、そこの道中のコンビニの場所がどこかとか、朝ごはんどこで食べるかとか、なんかそういうふうな試験の本番のことに関してですね、えー、しっかりとイメージを取った方が僕はいいと思います、えーで。僕の場合は自分の体的にですね、朝ごはんたくさん食べた方が調子いいんですよ。 あの朝ごはんたくさん、朝ごはんあんまり食べなくてお昼食べるよりかは、朝ごはんだけたくさん食べて昼食べない方が結構調子がいいからなんですよね。なんで、なんでその朝ごはんの食べる時間帯ここで、この場所でこの時間に食べようとか、確か僕、その時は、あの、松屋かな、なんかその牛丼屋さんに行くって決めてて、早いんで、あの、本当に早さだけで決めたんですけど、まあ、その牛丼屋さんに行って食べてってことをして、で、あの、まあ、コーヒーとかもですね、あの、飲んでってことは僕決めてたんですよ、全部。それも、もうあらかじめ、その、 前の時というか、あの予想問題とかする時点でですね、あの、それの設定通りに動くんですよ。朝何分に起きる、朝ごはんここで食べる、で、お手洗いここでこうしてとかなって、お昼ごあのお昼のこの時間はこうやってとかいうふうに、え全部この、あらかじめですね、想定通り動くっていうことがすごい大事です。まあ、いずれにせよですね、試験上は一度は言っといてくださいっていう話ですね。で、その次に3点目なんですけれども、あの、休日式です。休述式。もうこの時期にやることっていうのは、まずは過去問、完璧かどうか確認するんですけど、それに加えて、休日式。 記述式本当にもう、記述式が1問当たるかどうかで20点変わるわけなんですよね。これ結構でかいんですよ。だからこそ、記述式がしっかりですね、対策できてるかどうか、これは確認しておいた方がいいですね。えもちろん、その、一番優先度が高いものは、何はともあれ過去問ですよ。え過去問の択一で、全く同じ問題が登場したら、適切に丸か罰が判断することができる。できれば、その理由も添えてねっていうのが、まずは最低上限クリアすること。なんで、まずここができてるかどうかしっかり確認しておきましょう。で、それができてるだけでも結構安心 でできるんですよ要するに何か一個完璧にできているってことがあるだけで人間でめっちゃ安心するのでやっぱその受験生方々もですね直前期見ていると何かこのこのテキストはもう完璧ってものが一個あるかどうかでやっぱり精神状態結構変わってますので実際それは結果にも影響しますからなんでまずは過去問一冊を完璧にすることをまずやるとこれをまずやるんですよそこにもう全力投球ですよでそれができた上でなんですよねそれができた上で何するかって考えていくと急ですね急急式式ををやっていくとでですねなんで 1>, 1個でも当てるぞということで、こう問われたらこう書こうっていうようなパターンをですね、1個でも多くですね、えー、持っておいてください。そうするとですね、あの やはり安心できますので、そういう感じで、休日式に関してやっていくということですね。はい。ということ、今、とりあえずこの3点ですかね、まずは。あの、あもう1個、あと4点、4点目、もう1点、えー。もう1点がですね、あの、体調管理です。本当にこれめちゃくちゃ大事で、やっぱり直前期になってくると、1秒でも多く勉強しようってなってきて、実際そゃそうなんですよ。1秒でも多く勉強してほしいんですよね。勉強してほしいんですけども、でも、睡眠時間とかは削ってほしくないんですよ。あの、ご飯食べる時間もご飯食べなくて勉強だとか、えー、睡眠時間削って勉強だとか、 もちろん様々な状況下がありますので、それくらいしない時間がないんですよっていう方もいると思うんですけども、やはり体調を崩してはもとももないんですよね。だから、自分自身が体調を崩さないギリギリの限度まででいいですので、その、もう、この試験が終わったらもう僕私はいいんだっていうぐらいのね、あの、なんか力量というかその熱、熱量っていうのはこれ非常に大事なんですよ。大事なんですけど、でもやっぱり体壊しちゃもともともないんで、まずは自分自身の体調管理ということを一番大事にしてくださいと。おまあ、言っているまあ僕自身がですね、つい先週 ぐらいに体調を壊してるんですけれども、まああんまりそんなことは言えないんですけどね。ただまああのそういうふうに体調を壊すたびに結構あの家族からすごい怒られるんですけども、あんたはいつもみたいな感じでまでも。まあ、まあ、体調ぐらいは崩すと思うんですけどね。ただまあ、崩さないようにしようっていう風うにですね。あの頑張っていってください。皆さんはきっと体が僕より強いと思いますので、あの何ですの？体調面ですよね。その面に関してはしっかりとご飯食べる。しっかりと寝るっていうことをしてですね。あの、体調管理ということで、この4点ですね。なんでまあ過去問っていうところをするっていうことと、あとまあ、記述とかやるってこと,と。とあと試験の場所ですね。そこ。しか 確認しておくで、それはもう動線含めてですよ。あの、どこでどういう電車乗って、どこのコンビニに行って、何買ってとかで、試験本番の会場どこでとか、えー、ってことをですね、そういうことをすることによって、その、まあ、勉強面ですよね。勉強面以外の不安を排斥したいので、ということでしたね。で、またもう一点が体調管理ということで、えー、この4点をですね、しっかりと意識しておいた方が良いと思いますので、えー、この4点を軸にですね、ラストスパートできることをですね、頑張ってやっていってください。ということで、一応僕の方でもですね、あの動画更新、今現在、ショート動画 ですね、ショットがいっぱい上げてまして、あれ1分で見えますから、一応1分でその重要なところだけですね。ちょっとこう見れるようになってますので、まあ、1分ぐらいだったらいいかなということで,ですね。僕にその、僕の動画を見てください。1分でこう内容わかることをたくさんやってますので、えーと、チャンネル登録と高評価を押しまして、で、動画ですねシ、ショート動画ということで1分のやつがざーっとありますからね。なんでその動画を見てですね、あの、ちょっとでも、あの、今のからでもですね、全然成績上がりますから、あの、ある方言われましたけれども、こういうで、今から点数上がりますかって言われて、点数上がるんです。 であの上がるんですけど上がらないとこもあって。 あの、なんで、上げれるところを上げた方がいいんですよね。で、どこかで上げやすいかっていうと、民法の家族法はこれめちゃくちゃ上げやすいんですよね。覚えたら終わりなんで。なんで、民法の家族法。で、この、覚えたら終わりっていうところって、これめちゃくちゃいいんですよ。でも、その、暗記苦手ですかでいると思うんですけども、覚えたら終わりってめちゃくちゃありがたいですからね。もう、覚えたらだと終わりなんで。もう、このこと知ってますか知ってれば4点取れるんですよ。こんなにいいことないでしょなんで、民法の家族法です。民法の家族法。で、あとは、行政法。行政法は全体的に、まあ、特然全然上がりますから、あの、行政法はですね、しっかりまだまだや やり込んでください全然点数上がります。あの、10月の模擬試験段階で9問ぐらい、19分の9点でしたという方が試験本番満点とか全然いるんですよ。これは全然本当にいるんですよね。で、えー、僕私は無理なんだって思う方はちょっと厳しいです。ではなくて、あ、そうなんだ。じゃあ僕私もできるかもっていうふうに、こう、こっちに寄りそうな時こと思うんですよね。自ら。えー、そういうふうな負の感情というか、できないできないというふうに思うこと、これめちゃくちゃ簡単ですよ。だってできないっていうふうに思っておけば、挑戦しても失敗しないわけですからね。 ではなくてできるかもっていうふうにこう思うっていうまずこれがすっごい重要ですしでもこういう人間の決意、えー、思うっていうようなこの決意って結構はもろくはかないんですあ人間はその決意とか熱量で動くことこれ結構厳しいと思うんですけどもではなくて環境で動くんですよねなんで同じように頑張ってる環境があるならばみんな頑張ってるからやらなきゃってなるんですよっていうことなのであのオープンチャット法がありますからそこにも参加してくださいお金一切いりませんよねあのオープンチャットに参加をすることこれ無料ですしでそこに参加をしてお話し部屋って一応ありまして現在70名 ぐらいですかね参加をしましてですね、あの、ちょっと目を離したら未読、未読件数が100、200件上がなってるわけなんですけども、<laughs> なんかまあ、そういうふうなですね、あの、結構活発にいい会話されていてというところがありますから、やっぱりそういう環境に身を置いてると、嫌でも勉強しますよね。だって、周りがめちゃくちゃ頑張ってるんですから。だから、周りがめちゃくちゃ頑張っているという環境に身を置くことによって、その環境が自分を動かしてくれるところありますので、えー、そこに向かったら参加をしてください。あの、全部無料ですから、無料で使い方はもう使い切りましょうということでですね、なんでそこに参加をすると、あの、最後までですね、 全力で走り続けることはできるんじゃないかなと思っていますので、よかったらご活用ください。はい。ということでございましたので、この4点ですね、に関して意識をして、ラストスパートを頑張っていってください。応援しております。以上とはでした。